はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。夏芝です。それでは今回のウィレニセンについてやっていこうと思います。ちょっとね、動画の頻度が下がっちゃって申し訳ないです。今回からね、ちょくちょく上げていきたいなと思うのでよろしくお願いいたします。ってことでね、今回は木曜日ということでガチャがね来てくれています。今回はね、レジェンドと FP がね来てくれてるんですけれども、こちら3回無料でね今回引けるということで、こっちのレジェンドのね3回無料のガチャの方から引いていきたいなと思います。まあ、ルンメニゲとかね、バステンとか来てくれてるんですけれども、私が一番欲しいのがね、このセンターバックのプジョル選手ですね。この選手を狙っていきたいと思います。あとキャンベル選手ですね。センターバックのこのキャンベル選手もレジェンドのガチャで狙っていきたいと思います。まあ、トーレスもね今回レジェンドで来てくれてるということで、アイコニックもし持ってなかったらね、ぜひトーレス取りたかったんですけど、まあ、アイコニック持ってるということでめちゃめちゃ狙っていく必要はないかなって感じで、プジョル選手とねキャンベル選手、このセンターバックのお二人を狙っていきたいと思います。いや、3回でガチャ来てくれるのかどうか、いきます。一斉のデッドン。さあ、まあさすがにね、一発目で来たらめちゃめちゃ強運の持ち主なので、さすがにないとは思うんですけれども、銀玉の選手ですね、ありがとうございます。序盤にトルペ選手が来てくれました、ありがとうございます。ってことでね、2回目サクサクっと引いていきましょう。いきます。一斉のデッドン。あのレジェンドのね演出が見たいんだけど、やっぱりレジェンドはなかなか来てくれないということで、まあさすがに3回じゃ来ないのかな、どうだろうな、なかなかに高確率ですよね。こちらファンソリアの選手来てくれました、ありがとうございます。ってことでね、無料の3回目のガチャ、3回目引いていきたいと思います。一斉のデッドン。頼む。いやー来ないかー、さすがにね、マジか。まあまあまあ、ちょっとショックでは。おお、ジョーゴメス来てくれました、ありがとうございます。リバプールのね、ジョーゴメス選手来てくれたんですけれども、いやレジェンドの方ね、3回無料ガチャの方ではちょっと来てくれませんでしたね。いやこれ来た人いるのかな、すごいな、めちゃめちゃ強運ですね。はい、ということで気を取り直しまして、こちらのね FP の方引いていきたいと思うんですけれども、こちらもなかなかにね熱い選手が結構来てくれています。グリーズマン、イブラ、この2人が来てくれたのが結構でかいですね。あとクアドラーダ選手も来てくれましたし、なんといってもこの選手なんですよね、 CF のこの金のね84のメイソン・グリーンウッド選手、この選手がね来てくれてるんですけれども、めちゃんこ強いので、そちらのね選手の紹介していきたいと思います。まず1人目ね、グリーズマンを紹介していきたいと思うんですけれども、今回のグリーズマンね、今までで一番強いグリーズマンが今回来てくれたということで、私ね実は OMF で2列目からの飛び出しってことでグリーズマンこの間まで使ってたんですよね、スタメンで。なんですけど頻度精度がね11ってことで、そこが結構ネックだったんですよね。なんですけど今回ですね、頻度精度が22で強化されてね来てくれているんですよね。これめちゃめちゃ嬉しい。グリーズマンのね11がネックでスタメンから外しちゃったので、22になってきてくれたんでね、今回当たってくれたら絶対使いたいなと思うんですけれども、まあ数値的に見たらね、そんなにめちゃめちゃ大きく変わってるってことではないんですが、余裕でスタメン入りかなって感じですね。スキルもめちゃめちゃいいの持ってますし、グリーズマン選手かなり強いと思います。ということで続きまして、イブラ選手ですね、見ていきたいと思います。こちらもね、過去一のイブラ選手来てくれました。レベマ総合値がプラス3で95まで上がってくれます。当たったらね、スタメンかはどうかわからないんですけれども、当たってくれたらやっぱりね、イブラ選手ロマン枠ということで、当たってくれたらかなり嬉しいかなと。グランダーパスに関しては、私が持ってるイブラのレベマの数値が85なんですけど、今回のイブラはね数値89までね、レベマ上がるんですよね。グランダーパスこれ4も上がってくれてるということで、パスが強化して今回来てくれています。ディフェンスエースもね、今回のレベマの数値が95まで上がるということで、めちゃんこ強化されてね、一番強いイブラが今回来てくれています。続きまして、ダビド・ルイス選手ですね。このセンターバックの選手紹介していきたいと思います。レベル1の時点で92ということで、強いセンターバックの1人の選手だと思うんですけれども、レベラ総合値は95まで上がってくれます。こちらの選手も今までで一番強い選手が今回来てくれていますね。ディフェンスエースがレベマ数値90ということで、ここが強化されてね今回来てくれています。スキルもね、ダビド・ルイス選手に関してはスキルがめちゃめちゃ多いですよね。センターバックでこれだけスキルがあるのはかなり嬉しいかなって感じなんですけれども、この選手もね強いと思います。でね、最後に紹介したいのがこの選手なんですけれども、メイソン・グリーンウッド選手ですね。この方結構前にね一度 FP で来てくれてるんですけれども、今回84でね来てくれます。レベルが59まで上がるんですよね。しかも年齢が18歳ってことで、かなりね若い選手が今回来てくれています。総合値はなんと13も上がって97になってくれます。
通に黒玉ですよね。一度だけ前にね、さっきも言ったように FP が来てくれてるんですけれども、その時の総合値が93だったんで、さらに強化されてね、今回来てくれています。ちょっとね、口頭にはなっちゃうんですけど、前回の FP とね、数値を少し比べてみたいんですけれども、今回のオフェンスセンスのレベマ数値が前回から7も上がってね、93まで上がってくれます。あとはね、決定力も前回から4上がって92になってくれます。これかなり強いですよね。カーブは前回から9も上がってくれて90になります。数値はね、前回の方がちょっと少し高いんですけれども、レベマ数値96、97とかなり高めかなと思います。あとね、キック力もね、6も上がって92になってくれています。あとボディコントロール、今回の数値はね、99になるということで、めちゃんこ体が強いですね。カンストしちゃいますと。あとね、スタミナも8も上がってくれてるということで、かなり強くなってくれるかなと。ボールダッシュが5上がって69になります。 CF の選手でボールダッシュあるのはまあまあ嬉しいですよね。ヒーの精度はね、前と変わらず44なんですよね。ここがめちゃめちゃ嬉しい。 CF の選手で頻度精度44あるということで、まあシュートがかなり打ちやすい選手かなって感じですね。いや、強すぎませんか、グリーンウッド選手。前回来た時もね、かなり話題にはなった選手なんですけれども、めっちゃ強化してね、今回も来てくれてるということで、こちら期待ですね。当たったら絶対使ってみたい選手の一人ですね。はい、ということで、ちょっとね、説明が長くなっちゃって申し訳ないんですけれども、今回狙っていきたいのはグリーズマン、イブラヒモミッチ、あとはグリーンウッド選手ですね。この3人を狙っていきたいと思います。早速引いていきたいと思うんですけれども、1連目やっていきましょう。いきます、いっせーの、デッド。さあ、いかがでしょうか。おっと、イングランドは右足、この長袖の選手は8番バークリー選手か。ロス・バークリー選手来てくれました。ありがとうございます。バークリー選手はね、前回の国 FP でイングランドで来てくれてたんで、ちょっとね、ノーマークだったんですけれども、このね、 CMF のバークリー選手も結構強いと思うので、まあ当たりの選手なのかな。狙ってた選手ではないんですけれども、当たりの選手ということで、ありがとうございます。ちょっとチェルシーのユニフォームが青一色なのがちょっと面白いんですけれども、2連目早速引いていきたいと思います。いきます、一戦のーで、ドン。さあ、どうでしょうか。バークリー選手なかなかにいい引きだったんだけど、かぶってほしくないな、これ。うわー、マジかー。渋いなー。そうか、かなり、いやー、ちょっとあれですね、なかなか反応も。そうか、ありがとうございます。バークリー選手2枚目来てくれました。いや、渋いな。まあ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 、ありがとうございます。ではラストですね、聞いていきましょう。いや、誰が来てくれるんだ。かなりね、欲しい選手何人かいるので、ラスト誰が来てくれるのか気になるところではあるんですけれども、グリーンウッド選手か、あとはグリズマン選手狙っていきたいですね。お願いします。一斉のデッド。マジで頼む、スペイン来い。来たんじゃないこれ。まあ、狙ってはないんだけど、コケ選手か。狙ってるんだけど、どっちやねんって感じだけどね。いや、マジか。そうか、アトレティコのコケ選手が来てくれましたね。いや、なかなかに渋いな、これ。はい、ということで、コケ選手ありがとうございます。めっちゃ微妙な反応してしまった、申し訳ないんですけれども、ってことでね、なかなか渋い。ちょっと FP のガチャなかなか最近渋くない？なんか全然紙引きできないんだけど、サムネ作る時もさ、めっちゃなんか渋いみたいな文字をよく書くんですけれども、まあ運がいつか回ってきてくれるのかな。ということで、今回のガチャ動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまたねー。